はい、では次の単元ですね。介護サービス情報の公表に関するところを見ていきましょう。介護サービス情報の公表ですね。介護サービス情報の公表、介護サービス情報の公表、まあ、これは毎年試験では出題されます。毎年されますね。で、介護サービス情報の公表とくれば、まず一番最初に押さえておかなきゃいけないのは何ですかといったら、都にも各にも都道府県であると。もう介護サービスの情報の公表とくれば、もうとにかく都道府県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 ぐらいに思っておくと、まあ、細かい知識はなくてもですね、通用するというところがあるので、もう介護サービス情報の公表とくれば都道府県なんだっていう、そんなイメージを持っておくといいですよね。なので、市町村とかできたらこれは×だなと、国ときたらこれは×だなとか、国保連ときたらこれは×だなと、そんなイメージをまず持っておくといいかなというふうに思います。で、介護サービス情報の公表っていうのは一体いつからスタートしたんですかといったら、介護保険がスタートした時からでは実はないんですよね。2000年頃っていうのはなかったです。で、途中でスタートしたんですね。これは2006年からになります。2005年改正、2006年4月実施ですね。この改正から介護サービス情報というのを公表するようになりました。まあ、各事業所施設というのはですね、必ず介護保険サービスを提供している事業所施設というのは必ずこの情報というのを公表しなきゃいけないよと、こういうふうになっているわけですね。で、出題のポイントっていうのをちょこちょことこう今から見ていきますが、まず一つ、介護サービス情報を公表するということですけど、一体どんな情報を公表するんですかっていうことですね。その種類というのを見てみます。種類、これはこうはっきりと決められているものがありまして、これ3つあるわけなんですね。3つあります。で、1つは何ですかといったら、基本情報と言われるものです。基本情報、まあ、基本情報ですから基本的な情報ですよね。事業所の名前とか住所とか電話番号とか、うちは訪問介護ですよ、デイサービスですよというような、そういうようなサービスの種類であったりとか、あるいは利用料はいくらですよというようなですね、そういうような基本的な情報、これ基本情報と言います。で、もう一つは何ですかといったら、運営情報と言われるものです。運営情報、まあ、これはいくつか種類があるんですけど、昔はこれのことをですね、調査情報というふうに言っていました。まあ、改正になって運営情報になってますので、これから先試験で調査情報という言葉を見ることはないかと思いますけれども、昔はこういうふうに言っていました。で、介護サービス情報の公表で、これ前はですね、スタートした頃2006年から6年間2012年までっていうのは年に1回の調査っていうのがこれ義務付けられていたわけなんですね。なので全事業所、今約19万ぐらいですね、あのサービス提供事業所っていうのはありますけど、その19万箇所にですね、1年に1回絶対に調査に行かなくてはならないというですね、そういうようなあの決まりというのがありました。ですが、これはちょっと大変すぎるということでですね、しかもその手数料なんかっていうのも事業所施設負担でしたから、で毎年必ず1回あるということ で、 行く側ももちろん大変ですよね。で、受ける方も大変ということで、これはちょっと大変なのでやめようねということで、今は調査はこれ任意になってます。この調査というのはちょっとここで書きますけれども、都道府県の任意です。都道府県が必要と判断したときに行くよというふうになってます。2012年からですね。それまでは年に1回の調査というのが必須事項でした。で、今はその調査というものが義務付けられていないので、名前が変わって運営情報となったわけですね。なので、この運営情報というのは基本的には調査に行って確認しないとわからないような情報だと思ってください。もともとは調査情報と言ってたぐらいですから、行って確認しないとわからない。例えば介護のマニュアルが、サービスのマニュアルがあるかどうかとか、あるいは虐待の廃止に向けての取り組みがあるかどうかとか、従業員の研修があるかどうかとか、個人情報保護に関する措置というのがきちんと講じられているかどうかとか、安全体制とか管理体制に対しての管理がきちっとできているかどうかとか、そういう措置が講じられているかどうか、これっていうのはチェックしてみないと分かんないですよね。そういうようなものっていうのが運営情報に入っていると思ってください。で、この2つが必須事項になるんですけれども、公表のですね。で、3つ目は何ですかといったら、これ任意報告情報と
いうのがあります。任意報告情報で、これは何ですかと言ったらもう日本語の通りでして、任意報告です。事業所さんが、まあ、任意で報告して、OK ですよというものですよね。うちはこんなこともやってるんです、あんなこともやってるんですっていうことをですね、これ利用者さんがこの介護サービス情報っていうのは見るわけですから、自分のところ選んでほしいですよね。であれば自分たちがたくさんいろんな取り組みをやってたら、それっていうのは公表したいですよね。なので任意報告情報としてそういったものも挙げられるとなっています。ただ任意報告情報に関しては、これはこれを公表するかどうかというのは、これは都道府県が判断します。都道府県判断です。つまり事業所さんがいくらこの情報を上げてきてもですね、報告を上げてきても必ずその情報を公表しなくてはいけないというわけではないんですね。都道府県というのは、まあ、もちろんせっかく上げてくれてるわけですので、まあ、報告上公表するように努めましょうというふうにはなっておりますが、絶対にしなきゃいけないというわけではないです。まあ、古代広告みたいなところにつながったりもしますので、これは都道府県判断ということになっております。ここもちょっと主催される箇所だったりするので合わせて押さえておくといいかなというふうに思います。まあ、こういったような情報というのを公表しているわけですよね。でどこがやっていますかといったら、ここですよね。都道府県ですよね。これは義務ということですよ。介護サービス情報の公表をする義務があるのは都道府県です。市町村ではない、国ではない、国保連でもない、都道府県というところになります。じゃあこのサービス情報を公表するということなんですけど、一体どこが公表しているんですかということなんですが、都道府県に義務はありますけれども、都道府県自身が、都道府県知事なんですけど、都道府県知事自身がやってるわけではないわけですね。あるところにお願いして、そこが代わりにやってると。まあ、事業所なんかからの報告を受けてですね、それを公表するということを、そういう公表事務なんかっていうのをやっているところがあるんですが、それはどこですかといったら、もうこれ名前もそのまんまです。指定情報公表センターです。まあ、情報公表をやっているのが情報公表センターって、もうこれ全然ひねりないですよね。分かりやすいですよね。ここがやっています、指定情報公表センター。こういったところが調査事務とかっていうのもやってたりするわけですね。公表事務もやってたりするわけですね。で指定という言葉が入っていますね。指定という言葉が入っています。指定、誰かが指定するわけですよね。で誰が指定しますかといったら、一番最初にやりましたけど、介護サービス情報の公表とくれば都にも各にも都道府県と言いましたね。やっぱりここは、ここも都道府県ということになります。都道府県指定です。指定情報公表センターで、都道府県は必要と判断した時には調査をするわけですよね。実際に上がってきている情報と実際というのが、実態というのが合致しているかどうかというのをチェックに行ったりするわけですよね。でその調査に誰が行きますかということなんですが、まあ、義務があるのは都道府県ですので、情報公表に関する一切合切のですね、もちろん都道府県自身が行くこともできるんです。ですけれどもそれだけだと大変なので、あるところにこの調査というのはお願いできるということになっているわけですね。でどこにお願いできるんですかといったら、これもそのまんまです。何のひねりもありません。指定調査機関というところになります。指定調査機関、ここに調査を委託できるというふうになっています。委託というのもちょっと入れときましょうか。委託、調査で指定調査機関であると指定調査機関しかできないと思うかもですけど、そうじゃなくてもちろん都道府県というのはできるわけです。で外部にお願いするとき、委託するときっていうのはこの指定調査機関というところに委託するよと、こうなってるわけですね。でやっぱりここにも指定という文字が入っておりますが、誰かが指定するわけですね。誰がするんですかと、もう分かりますね。都道府県と、都道府県が指定します。国でも市町村でも国保連でもないと、都道府県が指定すると、こういうふうになっているわけですね。まあ、これは非常によく出てくるポイントですので押さえておくといいかなと思います。
介護サービスを提供する事業者施設というのは必ずこの介護サービス情報の公表というのをしなきゃいけないので、それが義務付けられている都道府県に対してこういった情報というのを報告しなきゃいけないよっていうことになっているわけですね。事業所スタートするときなんかはしなきゃいけないよっていうことになっています。でこれっていうのは、都道府県に義務があるわけですけれども、国の制度ですから国がサーバー管理してます。インターネット上で検索できるわけですよね。で国が全て一切合切っていうのをサーバー持っていて一元管理しているわけなんですけど、実際にですねここの単元というのは毎年出てきますので、一度そのインターネットをなんかスマホとか携帯なんかでも検索できるので見てみるといいかなというふうに思います。で見てみるとですね、事業所検索っていうのがあるんですけど、こんな感じになってます。あなたは一体何を検索しにこのサイトに来たんですかということでですね、こういうふうにありまして、事業所と、事業所っていっぱいありますよね。訪問介護事業所、デイサービス事業所、ショートステイで事業所、グループホーム、特養、老健、療養型、小規模多機能、定期巡回、随時対応型、訪問介護看護、いろいろありますけど、そういったような事業所を検索しに来たんですかと。それからもう一個は、この事業所ではないんですけど地域包括支援センターというところがありますよね。こういったところの情報というのもこれ検索できるようになってます。自分の近く、家の近くの地域包括支援センターどこかなとか、そういったものが分かるようになっているわけですね。それから他に何がありますかといったら、これも今検索できるようになってます。生活支援サービス、ゴミ出しの支援、買い物の支援、外出の支援、見守り支援、配食の支援、それから交流サロンに同行とかっていう、そういうようなもの、生活支援サービスを提供しているところですね。ただ一つ補足しなきゃいけないのは、地域包括支援センターとか生活支援サービスとか、あるいはここ在宅医療っていうのが入るんですけれども、在宅医療なんかをやっているところで、これっていうのは公表しましょうねとなってから間もない、間がない、立ってないので全然機能はしてないです。実際検索してみると分かりますけど、全然ほとんど載ってないんですけれども、これからはこういうことも検索できるようにという取り組みとしてスタートしているわけですね。2014年改正、2015年実施の改正からこういったものというのがスタートしています。前は事業所だけって感じだったんです。他にもこういったような取り巻きというか、そういったものも検索できるようにっていうふうになっているわけですね。であと運営情報というところをちょっと見ていきたいなと思いますが、昔でいうところの調査情報ですね。どんなものがあるのかということなんですが、ちょっとこう七角形みたいな感じになってまして、七角形だと思ってください。ちょっといびつですが、でこれは今から全部運営情報を書いていくと思ってください。さっき行動でパパパパパっていったところなんですけど、これタイトルはちょっとここに書きますけど、講じる措置と、こういう措置を講じなくてはなりませんよという、そういうものがあるんですね。でそれ運営情報の中であるわけですけど、じゃあ一体どんなものがありますかっていうところのですね、代表的なところというか、いうのをちょっと今から押さえていきたいなというふうに思いますが、まずは利用者さんの権利擁護についてですね、利用者さんの尊厳を守るっていうことですね。そういう取り組みっていうのはきちんと措置を講じなきゃいけませんよというふうになっています。例えば虐待の廃止ですよね。虐待が起きないようにと、虐待の廃止防止ですよね。そういうようなものに対する措置はきちんと講じることができていますかっていうところがまず一つあるわけですね。で二つ目はサービスの質の確保に関する措置ですね、きちんと講じられていますかと。例えばですけれども、その介護サービスの、マニュアルとかっていうのをきちっと完備していますかと、作っていますかと、そういうようなものですね。それから3つ目は利用者さんからの相談や苦情等への対応ですね。利用者さんからの相談や苦情なんかに対応できるような体制というのはきちんと取れていますかと、そういうような措置というのはきちんと講じることができていますかということですね。